おはようございます。森内でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は7月の18日の火曜日になります。お題がこちら。ちょっと怖い。 テスラの決算発表、どうしてということで話をさせてください。これはまあテスラのね、決算発表が今週控えておりますけれども、チャート的にはちょっとここを超えにくいよねっていうところがあるんですね。またテクニカル的にもちょっとこう、うんって怖いなって思う部分もあるので、ここをご紹介できればなというふうに思います。無事に乗り越えてほしいですね。で、指数の売買戦略まで見ていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず前をさせて 目標で交渉していきますなるべく耳だけで聞いてもわかるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきますぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれでは昨日の振り返りからいきましょうということなんですが日本株は 海の日だったので、お休みで金曜日の終わり値がこんな感じになってます。アメリカ株見ていきます。3時23分時点です。後ほど終値に近い値、もう少し確認していきましょう。ただ、主要株指数上がってますね。特にナスタック中心に上がっているといった形です。ただ、欧州株ちょっと弱いかなとっていう感じはしますけども、ベルギーだけ3%を超えてるという感じですかね。ヒートマップ見ていきましょう。よく上がってるのは金融、銀行、 保険、こういったところ強いですね。ダウでも JP モルガンが上がってますよね。先週決算発表してましたかね。そしてこちらがナサック100、半導体がよく上がってますかね。あと今日はテスラも上がってますよね。で日経先ものなんですけども ただマイナスの81円ってことなんですね。日本株どうでしょうね今週ね、しっかりまた見ていきたいと思います。ドル円が138円の76銭。原油74.09。ビックス13.53。長期金利少し下落して3.802。ラッセル2000上昇。ソックスも上昇しているんですが、日経先物マイナスということになっております。暗号資産も今日はちょっと難聴に動いている感じですかね。 それでは見ていきましょう。今週発表される今朝、テスラに注目。 ちちょょっっっっととと怖いいいいいのはなななぜかっててててううねちょっとテクニカル的なえ復習も含めて話をしていきたいなというふうに思おりますまずアメリカ株のもうちょっと振り返りを入れさせていただきたいんですがこちらがアメリカ株が始まった後の日経新聞で一進一退ですよと主要企業の決算発表を控え様子見性が強いですよってことですね今週結構ねたくさん決算が出てきますので注目していきましょう金融でいくとゴールドマンサックスとかあとはまあテスラ、ネットフリックスこれ同じ日ですねなのでここはしっかりと見ていきたいと思いますでここでもですね 中国の国家統計局が GDP を発表して市場予想を下回ったよという話があってこれ日経新聞の記事にもなってたしあとロンドンが下がった理由にもこれが挙げられてたんですね一応数値確認しておきましょうということです中国 GDP なんですが前年同期比で6.3%の成長と。 いうことになりました。まあ、予想7.1ですからちょっと届かなかった。まあでも前回よりは超えている。前回ゼロコロナ政策からの反動で上昇してきたってことなんですが、うん、なんかあんま強くないなんだっていうね、そんな感じでございます。ただ、中国株がめちゃくちゃ下げたかっていうと、そうでもないかなっていう感じはありますが、まあ下落しているということになります。中国 CSI300 指数の冷やし者と確認していくとこんな感じですね。 雲の下にいるという形ですし、まあ、決して強いというチャートではないんで、警戒は持っておきたいなというふうに思っております。で、そして今週19日にテスラ、計算発表してくるわけなんですけども、非常に注目なんじゃないかなというふうに思います。で、それはなぜかっていうと、主に3つ理由を挙げたいなと思うんですが、1つ目はこちらですね。 まあ、時価総額が大きいということになってます。時価総額が大きいということは、非常に影響力を持つということになってますし、今、5番目に位置してますけども、これがですねまあ、ナスダック100がこの間ね、異例のリバランスへ、みたいな形で言ってますが、4.5%以上を占める大型株これ、ナスダック100におけるウェイトだと思うんですけども、これがですね、テスラが入ってるわけなんですよね。なので、リバランスの対象になっている。年始からのパフォーマンスで見ると、 NVIDIA がここなんですけども、NVIDIA はもう飛び抜けちゃってますけどもね。で、テスラがここなんで、まあ、他のテック企業に比べてもすごい上がってるよねっていう形なんで、まあ、ちょっと加熱感とかもあるかなというところをこの後チャートで見ていきたいと思います。加えてですね、こちらはアメリカの売買代金ランキングですね。で、テスラが圧倒的トップなんですよね。 NVIDIA よりも全然多いということですし、3位が AMD というこれ半導体企業ですけども、ここと比べても、どれぐらいですかね ?5 倍ぐらいある。Apple の5倍ぐらいあるっていう形ですから、飛び抜けちゃってるんですよね。なんで、やっぱ触ってる人が多いし人気が高いってことなんで、ここはやっぱ注目だろうということになります。で、これに加えてチャート的観点っていうのを見ていきたいんですけども、テスラの終圧チャート。 こちらになっております。まず前提として押さえていただきたいのはこれフィボナッチ出してるんですが大きく下げた局面から戻している局面ですよってこととそれが半年戻しは達成してるんですねここが50%戻しになりますからこのチャートの格言からいきますと半年戻しは前年戻しっていう格言がありますので前年戻しは一応期待できますよって形ですね ただ前年戻し50、50%戻し達成してもすぐにね前年戻すってわけではないですからまあそこはちょっとまず警戒を持っておきましょう調整が入るかもしれませんということになりますで調整が入るかもしれないっていうところにまあやっぱ差し掛かってるなっていうのは視覚的にもう分かるなと思うんですけどもこれ、加工トレンドラインですね下降トレンンドラインっていうのは主要の高値と高値を取った線でまあ1回効いてるっていう形ですねでこの線はまだ生きているしブレイクしてないんですねなんでいのでここは抵抗として意識されやすいでしょうっていうところになります。 また50%戻しは達成しているんですがもう一つ上の節目と言われるのがこの61%、61.8%戻しラインなんですね。まあ、この辺もです、ね、サポートやレジスタンスの目安になるというふうに言われましてでそれがやっぱ重なっているってとこですかね。まあ、そこはちょっと大きな抵抗になるかもしれないななんてことで、まあ、そこと決算日が重なるのでちょっと警戒してますよという形です。で下の RSI、これはチャートで表示してますので比較的中期的な長期的な視点なんですけどもそれで見ても7 ラジオを超えてているってことはやっぱりちょっと過熱感があるよねっていうところで警戒にも値するのかなというふうに思いました。でこれを冷やしチャートにしてみますとこんな形になります。 で、冷やしたちょうどで気になるのは、まあ、同じなんですけども半値戻しや前値戻しっていうのはね、まあ、期待できるところではあるし下降トレンドラインと61.8%戻しっていうのが、まあ、どんなバランスになっているのかっていうのはもうちょっと詳細によく分かるということになりますで、下の RSI、これ冷やしチャートで見た場合なんですがこれね、RSI について昨日解説をしてるんですよねぜひそちらも見てみていただきたいんですけどもでその RSI のサインの中で転換のサインとしてダイバージェンスっていうのを挙げたんですね、まあ、それと同じ よよううなな状況にははっってるよねっててるねねいいいところだだけたたきんです、ね、どういう状態かっていうと底値から上がってきましたぐーっと上がってきたっていうところからもちろん RSI も上がっていくわけなんですよね計算式上ねでここから一旦調整が入った時に RSI がぐーっと下がるわけなんですけども RSI また戻してきてね70超えてきてるところではあるんですがただ方向性的には株価はねこの辺の直近高値を超えてるのに RSI は高値を超えてないんですよね、まあ、いわゆるるダイバージェンスって呼ばれるものではあるんです でまあ、そこで19日の決算発表を迎えたときに転換点みたいなことで作用してしまうとです、ね、ちょっと意識されるかなという形ではあります。それを超えるようなポジティブサプライズで上がっていくかどうか決算日、ここなんですけどもでポジティブなサプライズがあるといいというのがこう緑色に変わるんですねでずっと最近ポジティブなんですよね、まあ、どちらかというと利益をしっかりと伸ばしているという形なんですけどもそれが今回も確認取れるかどうかそして、まあ、それが出たとしてそれを市場はさらに上昇、期待を 超えていく結果になるかかどうかっていうのはねちょっと見てみないと分かんないかなというふうに思います。もう PR うんぬんで買われる株ではないとは思うんですけどもやはり上がってきたっていう。 そこに加熱感や抵抗があるっていうところはね、意識しておいた方がいいかなと思いました。ということで今日の動画のまとめです。まず米国株は小幅に上昇していました。中国の GDP が予想を振れたことによって、これは重荷だというふうに欧州株でも表現をされてましたが、米国株強かったですね。主要決算控えて様子見姿勢が強いということなので、大幅上昇にはなってないという形です。今週19日発表のテスラの決算は非常に重要度が高いんじゃないかなっていうふうに思いました。でまず一つ目はですね、 時価総額が大きくリバランス対象に入っているというところ。で、二つ目は知名度が高いっていうか、まあ、人気があるっていうことですね。まあ、それでいて、加工トレンドラインと61.8%ラインが重なっているので、ま,あ、まあ抵抗があるよねっていうところと、やっぱり加熱感もあるよねっていうところと、まあ、地味に転換のサインも出てるよね。<laughs> そこで発表になるよねと。なので、まあ、そこはまあハードルちょっと高いよねっていうところはあると思うんですね。で、やっぱり知名度、人気、 時価総額。まあ、この辺から影響はやっぱり大きいですから、まあ、大きな動きにならなきゃいいなぁと、高値を超えてきてほしいなというふうには期待したいところですけどもね。でもやっぱり加熱感があるっていうところも意識しておきましょうということです。それでは冷やしの一目金公表と RSI を使いまして、他の指数見ていきましょう。はい。えー、まずは日経金株価です。日経金株価なんですけども、これ金曜日の終値の時点ですね。で、先週までの間でこうダブルトップを超えるか超えないかみたいな話をしてたんですが、まあ、 本当にまだ微妙なところにいるんですね。RSI も48と50割れてる状態なので、転換基重線上にあるので、まあちょっとまだね、様子見て、もう少し上に抜けてこないと。で、最終的には高値超えてこないと、ダブルトップ否定したっていう感覚は持ちづらいなっていうふうに思いますね。トピックス見ていきたいと思います。トピックスに関しましてもそうですね、ちょっとダブルトップっぽい動きがあって、上に抵抗の線がまだ残っていてという形ではあります。下に雲がサポートではあるんですが、RSI50 割れてますからね、ちょっと警戒心高めて見ていきます。 たいというふうに思ってます。一方、摩擦なんですけども、摩擦もね、ちょっと顔冴えない感じがしますね。この陽線、木曜日につけた陽線はすごかったんですけどもね、結局金曜日は陰線でそこの下にまた戻ってきてしまって、まあ、特にこう上がっていきそうなチャートにはまだ見えないかなーっていう感じがします。あれさえ50割れていたりとか、下のサポートも薄いことからやっぱり警戒を高めておいた方がいいなというふうには思います。一方、アメリカ株はかなり好調でした。 ニューヨークダウンも要線をつけて、この時間帯で0.36%の上昇、金曜日の高値も超えてきているというところですからね、なかなかいい状態なんじゃないでしょうか、S。S&P500 もぐっと超えてきてますね。ちょっとフィボナッチ重なっちゃってますけども 78.、78.6%戻しのところまで来ているという形になっております。ただ、RSI が70を超えてきてますね。ナスタック見ていきます。ナスタックも強いですね。RSI 70を超えてますけども、上昇が続いている。70を超えている状態は強い状態なんですよね。そして61.8%。 戻ししをもうううう超ええててててきるてるっていうことととでですすかからね非常にに強いといいいい形で言えるんじゃなな思まそしてラッセル。ラッセルが今日はね、指数の中では一番上昇率高いということですね。金曜日の陰性はちょっと怖かったですけども、そこをちゃんと超えてきたってところで、ひとまずは安心感が広がってるんじゃないでしょうか。しばらくもうちょっとね、しっかりとこの強さ続くかどうか確認していきたいなというふうに思います。今のところ RS50 超え続けてますからね、いい感じかなというふうには見ております。はい、ということで今日はですね、テスラの決算に注目ですねっていう話をし ましししたののでででテスラの部分だけでもね確認をしておきままょううとということです、ま、ずテスラの決算が注目の理由なんですけどももともと時価総額がめちゃくちゃ大きいですねと今5番目に位置してますねまあこれによってナスタックのリバランスの対象になってますからね、まあ、それだけウェイトが高い影響力の大きい銘柄ですよということですねまた年始からだいぶ上がってきてますからねそこは注意をしておきましょうということでした、まあ、加えて売買金ランキングを見ても圧倒的1位なんですよね、まあ、非常に人気のある知名度の高い、まあ、そういう銘柄であることは間違い がいないということですから大きな変動があれば影響力は免れないでしょうということですまあ、その銘柄が週足チャートで見て下降トレンドラインや61.8%戻しの抵抗に重なっている決算日とっていう形ですねただやっぱ跳ね戻しも達成してますからね前例最終的には戻してほしいなと思いますけどもやっぱり調整が入る可能性はあるし週足でも過熱感があるっていう形ですねでこれ冷やしに直すと冷やしでは rsi でダイバージェンスが出てるということにはなってますのでまあ、これで決算日 を超えた後にどう動くのかしっかりと確認していきたいなと思いますできればまあ抵抗を超えてね新たなステージ2みたいな感じになってほしいですけどまたここも急騰してしまうとねまた加熱感も気になるところなのでまあ、じわりと 抵抗を超えてきてっていう形になってほしいかなというふうに思いますがまあ、思ったようにならないと思いますけどねしっかり見ていきたいと思いますでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしております、えー、今週やったのは野村マイクロサイエンス先週の金曜日にアップしましたで、こちらはですね いわゆる半導体企業なんですね。今日も即死数めちゃくちゃ上がってましたからね。まあそういったところもプラス材料になってくるのかなというふうには思っております。最新式法の銘柄の分析をですね、最近続けておりまして、月額900円、初月は無料のメンバーシップ、もしくはこの記事単体でもね、500円で購入できるようになってますので、概要欄の URL ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンを、また明日以降もこのような形で7時目標で交渉していきますので、 明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら